様マジックフォークス、皆さんこんにちは。スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、お待たせいたしました、2022年から23年秋冬のトレンドについてお話をしていきたいと思います。今までね、トレンドのカラーが黒だとかピンクだとかレッドだっていう話もしてきましたし、ピンクの中にベリーカラーが入るよなんてお話もしていましたが、カラーだけじゃなくてね、例えばアウターだったりとか、今買うべきものはどういうものなのっていうところも合わせてお話をしていきたいと思います。その上でね、 PC の画面をご覧いただいたりとか、ちょっとこのね、今までもご紹介しているようなこういうプレシャスの雑誌だったりとか M の雑誌だったりとかも含めて、いろいろとお話をしていこうと思います。とにかくね、黒着てますね。黒も着てますけれども、先ほどお伝えした赤だとかピンクだとか、あとはねカナリアイエローだっていうのも春ぐらいから流行ってますし、グリーンももちろん流行ってますし、なんでこんな暗い世の中で明るい色がこんなに流行っちゃってるのとか、ミニスカートも流行るなって話をしましたよね。Y2K なんて言って、ジャスト2000年世代のファッションがまた戻ってきてるなんて話もしましたが、こんなね短いスカート、この暗い世の中になんでっていうのはご存知の方も多いと思いますけれども、景気が悪くなるとスカートの丈が短くなるっていうところもね、つながってまして、ファッションと世相っていうのは本当に密接につながってるっていうことをね、実感していただけるんじゃないかなと思います。というわけで、ね、PC の画面もご覧いただきたいと思います。L のね、L ガール、はい、こちらの2022年秋冬トレンド、ウェア&ショップナウ、買い足すべきトレンドアイテム10というところと、それからシュプールですね、の2022年、23年AW コレクションレポートも合わせて一緒にご覧いただこうかなと思います。こちらをご覧いただきましょう。アウターは大きく、インナーはタイトに、ブーツは長く、ボトムスはエレガントにっていうのが今シーズンの合図なんです。で、今ね、私着ていますのはシーミングのカーゴパンツ、ちょっとブッカブカの XL を購入したって言いました。そしてね、インナーに着ているのがユニクロのマメさんとのコラボのアイテムのトランスペアレント、シアークルネックティーでしたっけ、はい。そしてその上に、去年だったかな、一昨年だったかな、ユニクロ U ユメールさんの夏のコットンブレンドセーターを上に重ねまして、こんな感じで、要はね、上はタイトに下はボリューミーというところで合わせてみました。そしてね、このシアっていうのも後で出てきますけれども、トランスペアレントちょっとご覧いただきたいと思います。はい、というわけで、まず10大アイテムですね。タンクトップ、コルセット、バイカージャケット、テーラード、シア、ロングブーツ、レザー、ピンク、フォーファー、ミリタケスカートというところが出ております。というわけで、ね、タンクトップ、前に、ライブ配信の時もお伝えしました。五十嵐が前回ユニクロさん、夏も終わりの頃に何を買い足したらいいかっていう時に、タンクトップが出てますぜなんて話をしました。で、今からタンクトップと思われた方、ごめんなさいねって。でもこうやってね、タンクトップが今流行りなんですね。なぜかというと、上がタイトで下がボリューミーだって話をしたっていうところにもつながってきます。はい、そして、あ、そうそう、それでなんでね、じゃあタンクトップは夏以外でも着てもいいのって、もちろん着てもいいんですけれども、ね、このシアなトップの下に、もしくは上に着るっていうのが今年らしくもなりますし、ニットやジャケットと組み合わせた、ここですね、ニットやジャケットと組み合わせたオーセンティックな、制服方法で攻めるのが得策というふうにも書いてあります。次、コルセット、シャネルがね、女性をコルセットから解放したのにまた戻ったみたいな話を前にも私お伝えしてたんですけど、あとディオールのね、この子の胴体の話をしながら、ディオールがね、60万ぐらいのコルセット、レザーでできてるコルセットを出して、すごいかっこいいのよなんて話もしました。まあコルセットが出てきてます。コルセット、それからビスチェ、そうそうそう、ビスチェとコルセットっていうのがもう両方の状態で、柔らかいのはビスチェですけれど、コルセットっていうのが割とこうね、脇に針金なんかが入ったりとか、こう形が崩れないようなね、プラスチックが入ったみたいな、ボーンっていうんですけどね、そういうものが入ったりとか、ここですね、ボーン、これですよね、こういうようなものが入ったりとか、ほら、これもそう、シアーなトップスの上にこのようにコルセットをしてるっていうのがね、今年風に。それからバイカージャケットですね、はい、確か今年流行りのアウター教えてくださいなんていうこともご質問でいただいてました。かなりボリューミー、上がトップスはタイトって話をしましたけれども、逆にアウターはボリューミーな感じっていうのはね、もう去年一昨年ぐらいから続いてますよね。息のこの肩幅の大きさみたいなのが結構
最近多いんですけれども、どんどんこれ染みついてきましたね。あと袖もこんな長くてね。代わりにじゃあこれだけズルズルしてるものをどうやって着こなすかっていうと、丈を短めにして、パンツはハイウエストになってきて、ボトムスは本当にクロップド丈になってきてっていうようなね、トップス短くタイトに、ボトムスはボリューミーに、上も肩はボリューミーだけど丈は短いみたいなね、こうメリハリのあるような感じっていうところも割と今年風なんじゃないかしら。まあお腹もしっかり出してますけれどね。そのうち多分皆様、またお腹出してなんて言われてさ、無理無理、もう20歳で終わりとかっておっしゃいますけど、意外と来年ぐらいになったら皆さんお腹出してるかもしれませんよ。はい、ファッションってね、最初は無理無理こんな格好誰がするのって言って、来年ぐらい再来年ぐらいに皆さん、あ、これ普通ねっていう風になってるパターンって結構多いので、ぜひともほーらってその時に私がお伝えしたいと思います。そして次にはテーラード。はい、テーラードがまだまだ続きますね。あのかっちりとしたものだけれども、このように鮮やかな色っていうのも出てきています。ほら、もうコートもこんな風に大きいけど大丈夫みたいなこと、確か2年前に私こちらの番組でもお伝えしてたはずなんですよ。はい、ね、仕立ての良さがものを言うテーラードは原点に立ち返ったような正統派ベーシックな着こなしが気分、背筋が伸びるジャケットと落ち感の美しいボトムスのセットさえあれば、どんな時でも自信のある自分を演出できるはずですって、ね、出てますね。今年のイネスでも出てましたし、あとはこれから先のね、秋冬マルにも出るのか、何が出るのかね、ユニクロ U も JW アンダーソンも出ますけれど、ジャケットがガンガン出るんじゃないかなって、結構またいい金額で出してくるんじゃないかなと予想されます。はい、出てきました、シアートランスペアレントといってね、透明感透け感のあるものっていうのがこんな風に出てます。で、こういう風にね、ちょっとレーシーなものっていうのが今年っぽいんですよね。バレンティノなんかもかなり素敵なの出していました。あと見て、これこれシースルーバレーシューズって、バレーシューズのシースルーって上になんかかぶせたって感じ、こと考えますね。すごいな。あとロングブーツね。はい、ニーハイブーツの話したら、ニーハイが足全部になっちゃいましたなんて話をされた方もいらっしゃいましたけれども、出てきましたね。もうほんとファッションが回りますね、巡りますね。ちゃんと皆さん、ちゃんとクローゼットの中をチェックして、あ、これそうそうそう、今年はニーハイ膝丈以上のものが流行るから出してこようみたいなことで、ぜひね、この衣替えの季節に探して出して、どうよ私トレンドちゃんと知ってるでしょう的な顔でカッポしていただきたいなと思います。見てください、このグリーンのテカテカね、素晴らしい。はい、前もお伝えしましたけれども、今年まだまだ金銀パールプレゼントじゃないですけど、金銀、それからこういうね、キラキラ系のもの、ギラギラ系のもの出てきますので、ぜひともね、黒だったりとか、黒がね、またね、このほら無敵の黒、黒のワンピースとかシックな感じのものにこういうキラキラ系を合わせていただきたいなと思います。はい、それからこれも可愛いですね、ロングブーツでこのブラックソールっていうのもすごいな。そしてレザーですね。はい、レザーも結構こう来てますけれども、まあ今ね、 SDGs っていうところもあるから、レザーが本当に木の棒の皮だったりとかね、フルーツの皮だったりとか、そういうものから作られるレザーっていうのもものすごく注目されています。匂いもほとんどしないっていうふうに聞いてます。はい、あとね、ピンクね。はい、ピンクでしょ。そしてフォーファー、あ、何よ、さっきレザーって言ったけど、ファーもね、実はこれフェイクファーだったりして、しかも最近のフェイクファーってね、本当に技術も上がっているから、もう見まがうほど、まあ、これリアルなのねと思うようなファー出てきています。リアルファーの使用を各ブランドが軒並み中止宣言して、久しい昨今ということで、ね、こっちも書いてありますよね。ファーのクオリティは新鮮ことにレベルアップ、ボリュームコートが圧倒的な地位を確立っていう風に書いてあります。はい、このね、フェイクファーのサンダルも出てましたね。確かこれと同じようなのが GU さんにも出てましたよね。あとはミディ丈スカート、ミニスカートに反対して、そのミディスカートっていうのも増えているというところで、反対ってことないですよね。でもミディだから、ちょっとまあ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 膝丈ちょっとぐらい、ミディというのが、はい、まあ割と綺麗に着こなすみたいな感じの、履きこなすっていうような感じですね。はい、秋冬はもう少しエレガンスを香らせるミディアム丈スカートが多数提案されま
ましたということです。フリーズがまだまだ出てくるってことですね。これなんかもね、美脚に見える裾にこのようにこうデザインがあると美脚に見えるなんてお話も以前お伝えしたことがあります。はい、そしてね、こちらシュプールの方もご覧いただきたいと思います。はい、AW コレクションレポート欲しい服着たいトレンドまとめということで、はい、こちらもね、タンクトップ、特に白タンクトップっていうふうにこちらは限定してますよね。はい、こちらもお伝えしましたね。これバレンティノのブラウスですよね。ドルチェ&ガッバーナーかなの、これもすごくないですか。これもうほぼほぼ下着姿でしかもなんかこれ着ぐるみみたいなすごい、これ着て街歩いてる人見てみたい。いや、私が言ってたりした、その道はい、大人のシースルーですね。トップスやドレス5トン2まで肌見せのテクニックが進化中、大人にちょうどいいの、選手はやりながら力強いバランスだということなんです。ピタトップスと太パンツ、あ、こちらにも出てますね、太パンツ。はい、ピタトップスと太パンツでございます。テーラードジャケット、はい、マイクロミニ、そしてチョコレートブラウンっていうのもカラーでこちらでは提案してますね。はい、カナリアイエローもお伝えしました。これは春夏から来てますからね、まあ、ダークカラーに偏りがちなシーズンのカンフル剤としてということで、こちらにもモエルレッドっていうのも出ていました。そして控えめなフリルっていうのも出てますね。フリルと同様にあのリボンっていうのもね、大きなリボン、割とあのキュートなっていうよりもクールなリボンっていうのも今年結構デザインとして出ています。ベルシルエット、ベルエポックの時代を彷彿とさせる有機的なシルエット、要はあの植物のようなね、19世紀末のベルエポックはでフランス語で美しい時代というベルエポックですけれども、19世紀後半から、まあ、第一次世界大戦のところまで続いた美の世界観なんですけれども、アール・ヌーボーをね、こう組んでいるような感じっていうかね、花びらのようなとか、お花のつぼみのようなとか、妖精のようなね、雰囲気のドレスだったり、装飾スカートっていうのも出ていますね。アニマルプリントも出てます。それから黒のバッグっていうのもいいんですって。ネクタイっていうのもここには出てますね。はい、ラルフローレンとかルイ・ヴィトンなんかにも出していると。はい、シャネルも2杯グッズを出してますよっていうことで、2杯グッズやそれから腕飾りね、この間もね、私10代の女の子がしてるの見て、あ、暑いだろうななんて思いながら、もうね、ファッションもね、10代ぐらいのこのね、ファッションはね、暑かろうが痛かろうが寒かろうがファッションを前に出すっていうね、そこは見習いたいなって思います。懐かしき10代遠い目、はい、そんな感じでございます。そしてこれなんかほら靴下みたいな感じですよね。靴下、私あのちょっとこうシアな感じの靴下まだちょっと購入してませんので、購入したら皆さんにお伝えしたいと思いますね。パラクルラバ進化系、服と一体化したり装飾がついたりと変化的な狙い目です。で、はい、厚底ブーツなどなどです。はい、というわけで先ほどもお見せしましたけれども、上がピタッと、そしてシアでトランスペアレント、そしてカーゴパンツなんかも結構流行ってます。ボトムスは大きめ、トップスはタイトめ、そしてアウターはちょっと大きめだけど丈は短め、バイカージャケット、それからテーラードジャケットっていうのも今年らしく、2杯ブーツも今年らしい。はい、先ほどのね、一番最初に書いてあったこれですよね。素肌にまとうタンクトップや透け感を楽しむトランスペアレントのアイテムが台頭し、シーズンの垣根を越えたワードローブが提案された2022年から23年秋冬シーズン。アウターは大きく、インナーはタイトに、ブーツは長く、ボトムはエレガントにが今シーズンの合言葉というわけで、ぜひここら辺を中心にお買い物の参考にしていただけたら嬉しく存じます。そうそうそう、靴は厚底ね、それから2杯ブーツ長くでしたね。そしてバッグはハーフムーン、底のところにロゴがついているっていうようなものもトレンドになってます。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんのね、お買い物の参考にしていただけたら嬉しく思います。いきますよ、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。また LINE の公式アカウントへのご登録もお待ちいたしております。また次のコーディネートでお会いしましょう。